ご視聴ありがとうございます。私の載った雑誌が、女性自身さんから先日届きました。こちらの雑誌が出る13日、私は仕事だったんですけど、たまたま家を早く出たので、コンビニによってね、どんな感じに出てるかだけちょっとだけ見たんですね。本当にね、小さな記事に出るんじゃないかなと思ってて、そしたら結構ね、1ページ丸々大きく出ていて、今回の記事が50代は前向き離婚適齢期ということで、お一人目とお二人目が大物女優さんで、その次に私が3人目ということで載ってまして、私もいささかびっくりしたんですけど、恐れ多いなと思いながら、その時はもうパッとちょっと見ただけで一旦仕事の方に行って、もうちゃんと見たのはだいぶ後だったんですね。YouTube っていうのはね、一生できるとまあ思わないですし、まあいつも辞めることを考えながら、そうだから頑張っていられるっていうところもあるので、まあ YouTube をやってたおかげでこういうふうに目に留まって、まあ取材を受ける機会に恵まれたと思うので、本当にね、いい思い出になったなと、YouTube やっててよかったなと思いました。そもそもこのテーマがね、そういう趣旨だと思うので、もう本当にね、前向きな感じに書かれてはいるんですけど、まあ私的には全然そんな前向きでばっかりいるわけではなくて、まあむしろ不安感も常にあって、自由っていうのはやっぱり不安とセットになっていて、まあ不安なく安定して生きようと思うと、やっぱり離婚しない方が良かったでしょうし、まあ50代前向き離婚の適齢期って書かれてるんですが、まあ50代になって離婚するということは結構リスクも大きいと思うんですね。私もここまで不安にはなってなかったんですけど、今年どうしてこんなに不安になってるかというと、やっぱり体調不良があって、もしかして全然働けなくなった場合に、どうしようかっていう、病気でダウンしても、ここの家賃とか生活費っていうのは毎日決まった分は最低かかるわけですよね。結婚してたらとりあえず屋根があって食べるものに困らなかったであろうと思うんですけど、自分が健康で亡くなった時にどうするかっていう問題、これはやっぱり若い時に離婚した場合はそこまでこの不安って大きくないと思うんですけど、もう50代とかになってくると常にいつ体調の変化があるかわからない、いつまあ病気になるかわからないとか、まあ若い時とは全く別の問題が結構起こってくるので、まあ今年すごく体調が悪くなって感じたのが、離婚後前向きにまあそこそこ楽しく暮らそうと思うと、健康であるということがまずもう最低条件だなっていうふうにすごく感じました。まあおかげさまで最近少し体調も良くなってきて、まあ体調が良くなってきてというか、まあ慣れてきて、いろんなことをまあ前みたいに、前ほどではないけれども、だいぶできるようになってはきたんですけど、もう左耳が本当に聞こえない日があって、その日はこの首とこの頭が全然働かないっていうのが必ずセットで、やっぱり疲れたりとか、仕事の次の日とか、こう波があって、ひどい日はね、本当にもう薬をもう家にあるだけ薬飲んだりとか、結構ひどい状況なんですね。まあ看護師で本来あってはならないこれお話で、ちょっと人に話すのもはばかられるんですけど、まあ記憶障害でちょっと自分的にはありえないことをいろいろやらかして、新しい職場でもね、皆さんどういうふうに思ってんのかなっていう、食堂でお昼ご飯を食べてる時にパックのジュースどっちがいいって言って、私はアップルって言って、その日出勤だったもう一人の看護師さんからはジュースをもらったんですね。で、帰り際にもですね、別の野菜ジュースをどっちがいいですかって言ってまたもらったんですよ。それ私がすごい好きなジュースで、すごい嬉しかったんですね。で、家に帰ってきて喉乾いたなと思った時に、あれって今日2つジュースもらったよなっていうのを思い出して、あれどうしたんだろうっていうのが、結局どっちがいいですかって選んだところから全く記憶がないんですよ、2本とも。なんでもう本当に恥ずかしいし怖いし、そういうことをね、職業柄
職場で言うのもなんか周りに不安感も与えるでしょうし、多分その辺に置いてきてたと思うんで、くださった方にもすごい失礼ですし、まあ次仕事に行った時に本当にこういう状態で頭がおかしい時があるので本当に申し訳ないですというふうに謝って、気にしなくていいですよっていうふうには言ってくださったんですよ。まあ、ただそういうことがあるということを上の者とか、施設長とかには言ってないのでっていうふうに、まあなんかすごく言ったらやっぱりまずいっていうふうにその方も思ってるんでしょうね。今の職場が本当に薬とかのことに関わる仕事なので丸一日なので、まあ絶対失敗ないように本当に何回も何回も確認して、今のところ仕事の方には支障は出てないんですけど、で、あと家の中でもね、この前ありえないことがあって、っていうのがですね、今玄関なんですけど、この玄関に置いてあるスーツケース、こちらのね、ちゃんとしたスーツケース用の袋、これをね、わざわざ買ってきて、この両方にちゃんとかけてあったんですね。これ、普通のね、半分サイズのポリ袋なんですけど、知らない間にこのカバーね、捨てちゃったみたいでないんですね。で、これどうして一個なくなってしまったのか全く記憶にないんですよ。まあ、この二つはね、結構ショックだったんですけど、他にもこまごました失敗、例えば冷蔵庫にお菓子のものが入ってたりとか、冷凍庫に本来冷凍してはいけないものが放り込まれてたりとか、その日のコンディションによるんですね。割とちゃんとしてる日もあれば、今日なんかもやっぱり耳から頭にかけてがおかしいんですね。まあひょっとしたら突発性難聴なのかもしれないなと思ったりもするんですけど、まあ今新しい仕事で覚えないといけないことも本当にたくさんあって、ストレスで突発性難聴になってるっていう方よく周りでちらほら最近聞くんで、まあ本当に仕事のストレスとかいろんなことが関わってるのかなと思って、まあこれはもう直すっていうんじゃなくて、長期戦でうまいこと付き合っていくしかないのかなっていうふうに最近では思ってます。まあこう言うと変ですけど、私は離婚したので、もうこのまま前進していくのみっていうふうに思ってるんですけど、今ね、離婚しようかどうしようか考えてるっていう方は、まあ私の個人的意見では、何年か経つとまた自分の心境っていうのが変わって、で、だんだんと年を取っていくと、またそのコンディションも違うと思うので、案外、まあ別れなくてよかったって思う人も結構いるんじゃないかなっていうふうには思うんですね。かくいう私も60歳ぐらいまで一緒にいれば、やっぱり別れなくてよかったって思ってたかもしれないですけど、別れたことも特に後悔っていうのではなくて、まあ常に選んだ方が正しいっていうふうに思っていて、別れたら一人の人生が全く違うあるし、別れなかったら二人の人生があるし、どっちも正解で別れるか別れないかっていう選択しかなくて、どっちがいいっていうのはないんじゃないかなっていうふうに自分的には思います。ということで今回はこちらの雑誌にちなんで、私の思う50代の離婚についてのお話でした。本日もご視聴ありがとうございました。